どうも、2023年9月10日、夜8時となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？ハトの巣の、ハトと申します。そうですね。今週は3本、上げられまして、動画を。すべて私とバスケ部と、ニートの3人で、キャンプに行ってきたよっていう動画だったんですけど、もう、いつですか？僕らが2年生の1月に行ったやつだったんで、もう3年、2、3年前ですね。に行ったキャンプに行ったメンツで、今年も行きましたと。今年もというか、今年久々に行きましたと。いう、ものだったんですけど、も。今、あれですね、ちょっと、キングヌーがニューアルバム出すよっていう記事をちょっと見て、おおってなって止まってしまいましたけども。キャンプの動画は結構ね、素材も多かったし、動画の長さもあるし、結構伸びてるでしょうとね、思ってるんですけど、今のところ再生回数は、青梅シテロ。3年ぶりに友人たちとキャンプに行きました。最初の2日間から22時間で、49回。インプレッションのクリック率は1.5%。これはなんか、いつもより高いらしいですね。平均使用時間4分58秒。これめっちゃいいですね。でもより全然いいですね。マフィアの拷問焼き。キャンプでロモアールトラブを作ったよ。障害最初の1日と22時間で、障害数30回。インプレッションのクリック率0.6%。平均使用時間が1分21秒。動画の長さは4分15秒。ショーツ版。寮の友人たち、友達3人で、キャンプに3年ぶりに行ってきました。ショーツなんでね、視聴回数は、216回。平均視聴率が29.3%。高評価2。最初の22時間56分で、この長さと。ブーン。伸びなーい。全然伸びてなーい。嘘だろー。なんでー。サムネがゴミだったかなー。こんな、もうちょい行くかなと思ったんですけどね。現実は甘くなかったということで。意外に中身、こういいんじゃないかなと思うんですよね。割と、お時間もね、かけて。時間かけたよ、結構。6時間はかかりましたよ、キャンプの動画。ああ、そうですか。こんな伸びないで、難しいですね。もう難しいですわ。ねえ、もう、あんま、層が違うのかな、僕のチャンネルの層というかね。僕のチャンネルの層って何でしょうね、シンプルに。そんなものはないんですけどね。ジャンルも何も、クソもないですけどもね。とりあえずね。早速始めてみましょう。はたの、さえずり。
このラジオはリスナーの皆様の応援と私の暇つぶし精神によって成り立っています。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録の順番でよろしくお願いいたします。改めまして、鳩の巣の鳩と申します。これ前置きさ、考えていってるんですけど、このラジオはみたいなやつ、コメント、高評価、チャンネル登録の順番でお願いしますっていうかさ、コメントがほぼ来てないわけ。コメントがほぼ来てないってことは、おそらく高評価もそれはないし、もうチャンネル登録もないわけですよ。最近ですね、チャンネル登録者が全く増減もしないというのが続いてるので、今年中にね、200人行きたいんですよ、目標なんで。もうノルマですね、ほぼ。あと27人。27人、3ヶ月で27人。きつくないってちょっと思ってるんですけど。大丈夫かな？大丈夫そうですかね。まあ、ぼちぼち動画も上げていくんでね。お楽しみにしてくださいということで。で、今日はね、じゃああるトピックスがあるんですよ。メールじゃないんですけど。で、それを取り上げようと思った。まあ、高専といえばね、ツイッターがあるんですけど、ツイッターがね、終わってる人たちが多いで、有名なツイッターで見つけたんですけど、僕がもともと会長をやってた同好会のね、ツイッターアカウントがあるんですけど、で、そこの、で、いろんな高専生がいるわけですよ。やっぱめっちゃフォローしてるから。だからいろんなことが分かりやすい。いろんなことが分かりやすい。なんか気持ち悪いな。いろんな人がね、見るわけですよ。各高専全部いるわけじゃないんだけど。ねえ。それで、見てるわけなんです。見てたわけですけど、まあ、その中でですね、まあ、とある方がちょっと暴れていまして、それを取り上げようと思ったんですけど、どうやらアカウントが消えてまして、その人の。このツイートがきっかけなのかな？うん。消しちゃってさ、取り上げたらなんか、死体蹴りみたいなことになっちゃいそうなんですけど。まあ、なんかツイッター、まあ、スクショ撮ってたから、わかるんだけど。まあ、言っていいか。そんななんか、女で 50kg、まあ、デブは普通に正論だと思う。男ですら 50kg いかないやつ結構多いのに、男よりも比較的筋肉量の少ない女で 50kg だと、それは多分脂肪だるまだと思うよって言ってる人がいたんですよ。みたいなことをね、言ってる人がいたんですけど、まあね、私生まれも育ちも福岡県福岡市ではなくて、まあ普通に当然彼女もなくな感じなんですけど、体重気にし聞いたことないですよ、人の体重って。なんか友達の体重とかは知ってるけど、なんか聞いた会話の中でポンって自分の体重を言ったりすることはあるけど。俺こんだけなのにみたいな。まあ、ちなみに、僕は176から7の間で、73かな今。73ぐらいで、なんですけど。バレー部ってやつがいるんですよね。僕のチャンネルによく出てきてくれる子がいるんですけど、バレー部は、俺と同じぐらいなんです、身長が。ほぼ一緒かちょっとでかいぐらいなんだけど、63キロぐらい。あ、10キロ違うんですよ。バレー部と俺が。あいつはもう脂肪が極端にないんですよ。本当に。マジで脂肪がゼロ。ほぼ。もう、ガリガリじゃないけど、脂肪がほぼないから、その肩から
腕指先までのところが、なんか、バキでしか見たことない線の配画らしいんですよ。筋繊維もちゃんとあるし、肩とかすごい、もう、ほぼ一本、筋繊維、一束一束の、ね、線が、ピシャーって入ってたりしてるし。で、バスケ部がね、何センチだっけな、俺。ちょっとあんま最近会ってないからだけど、100センチぐらいで、70キロかな。俺がその、まあ、あるバイトをしてた時に、まあ、ちょっと5キロぐらい痩せたんですよ。その時70を下回ったんですけど、その時に、おば、自分よりも、ね、100センチぐらい小さいね、バスケ部に、体重負けてたっていう感じです。で、バスケ部はね、シンプルに筋肉量ですね、あれは。うん。デブとかじゃなくて、筋肉つけすぎて重くなったパターンですね。上半身がでかすぎて、筋肉量が。コーチに筋トレをするなと言われるって。最初は褒められてた。最初は、ね、この1年で一番体が変わったのは、バスケ部だけだみたいな感じで褒められてたのに、そう一年後にお前はもう二度と、お前はもう筋トレするな、もうそれ以上でかくなるなってね、怒られるっていう、ざまーみたいな、やりすぎて、で、後輩に筋トレ器具を売ると。売って今、エーペックスがしてないんで、だから今足はもう、多分、ジェーカとかもやしぐらいの、ジェーカによくいるもやしぐらいのね、細さになってると思うんですけど、もう。まあ、本当にそのぐらい、そのぐらい仲のいいやつしか、体重なんて知らなくないか？他の人知らないっすよ。他の仲いい子。中学校でめちゃくちゃ仲良かったやつの体重なんて知らないけどね。その体重、人の体重覚えてるって多分相当だと思うし。そう、でも体重っていうその項目の話ですけど、視力よりどうでもよくないですか？体重って。なんか視力はさ、その、車の運転とか、例えばメガネつけるかつけないかとか、やっぱ安全面に関わってくるから、視力って。安全面に関わってくるし、その人の生活にも支障が出るじゃん。視力は。体重はさ、最下体重ぐらいじゃん。このエレベーターは何キロですよ、何キロまで乗れますよとか、そこも全然関係ないけど、そうだ、体重っていう項目、マジで関係ないじゃん。だって筋肉めちゃくちゃある人はさ、ほんと死ぬほどデブな人でさ、体重、この体型で同じ体重なのってぐらいさ、値のブレがあるんだからさ、で、ダイエットしてる人もさ、体重じゃなくて、体の形を気にしてるわけじゃん。だボディメイクなのか、それだと。その体の形を気にして出てるわけじゃん。その格闘技とかさ、その、何キロ級とか、その階級が分けられるような競技とかに出てる人は、それ体重必要だよ。それ、でも自分のためだからね。人のためじゃなくて、自分のためにその体重に自分がなるであって、別に人の体重、その人を体重で判断するっていうのは、なかなか終わってる数学というか、理数系というかね、高先生というか人というか、感じがしますけど、その50、まず50キロいかない男子って、それは、ちょっと運動部じゃないだけで、運動部じゃないのと、シンプルにガタイが良くない、ただ痩せ型な、男性なだけで。でももう、これ以上はスクショ撮ってないんで、あれですけど、なんか、それ反論してる人が結構いるわけで、こんな思想を偏ったことを言ってる人に対して、いや、お前、いや、そんな今の人細いのとか、その男で50キロいかないと、やばいよ、みたいな感じのことを言ってる人に対してね、この、まあ、アカウント消した人は愚かにも、反撃したけど、もう逃げられないからね。もう、ここで逃げたら恥ずかしいじゃんだって。
多分そういうのも自分で分かって、半泣きでさ、ツイート、リプを送ってたと思うんだけど、なんか、いや、俺の周りで177センチで50キロ行ってないやついたよとか、なんかそういうことをね、言ってたんですけど、それは、君の井戸、君が住んでる井戸が狭すぎて、同じような、ね、栄養素もない、全然虫とか、そんなも入ってこないところで育ってしまったカエルなのであって、君はね。で、君の周りは餌が少ないから当然同じような体型をしたカエルしかいない、めちゃくちゃもうストローのように、タピオカストローぐらいの多分ね、大きさの井戸なんでしょうね、その人がいる井戸は。もう全く、で、細長くて深いんだろうね、彼がいる場所が。もう他の世界を見る余裕、自分の周りしか見えてないんでしょうね。もう多分他の場所を見る、他の世界を取り入れようと、もう思わず他人の意見を、あ、確かにそうなんですね、という、ちょっと僕の見解が狭かったですというね、話を聞き入れる余裕もないようなタピオカストローのような井戸にいるから、自分のいる世界が全てだと思ってるんですね。地球だけが絶対だと。地球とか日本というか、あなたの住んでる県というか、あなたのいる高等専門学校というか、あなたのいる高等専門学校のクラスのことというか、めっちゃ天丼重ねましたけど、まあ、その人がね、周りしか見えてない方なんでしょうね。まあ、体重、そんなね、クソみたいな数字で判断するような人はなりたくないですけどね。まあね、一時期あった170センチ未満は人権がないみたいな言われてましたけど、その数値だけで判断するような人はね、数字だけで判断する人と出会って頑張ってほしいですけど、まあ、それは一般的な人だ。多分、一般的というか、大多数の人はそうじゃないから。まあ、数値で判断する人が多い場所に行くしかないよね、そういう人は。うん、だまあ、それで、まあ、それをツイッターで探したのかな。うん、まあ、ちょっと、悲しい人だな、と。ちょ、思ってね。なんか体重なんかで判断してる人がいるんだっていう驚きがありましたけど、そのものなんですか、世の中の彼女とかがいる方は体重で判断してるんですか。え、あの子は顔が橋本環奈に似てるけど、俺のこのレーダーで見ると体重は何キロだ、あーじゃあダメだ、この人はちょっと一緒にいられないわ、ちょっと告れないなみたいなことになってるんでしょうかね。体重ね、俺も体重は落としたいと思わないですかね。体の形がちょっと変わればいいなと思ってるけど、その結果100キロとか90キロになろうが別に何も支障はないと思うんですけどね。うん、みっちい人ですね。細かい人はね、親御さんも大変だね、そんな方を育てて。この子大丈夫かな、私に孫の顔見せられるのかしらっていう恐れもありながら、ね、この子大丈夫かな、社会にこんな数字だけ見る人大丈夫かな。そしてじゃあ、こんな子は数字だけ見る、本当もう、人と関わらないお仕事に就かせないとこの子ダメなんじゃないかしらっていうね、心配までされてそうですけど、まあアカウントを消したってことはもう、まあ別アカで作ってんだろうけど、ね、頑張ってください。はい。もう、そんなことをずっと言える場所で、そうやってほしいと思いますよ。
やっぱこういうのを見ると、やっぱツイッターってのは、ね、すごい場所ですよね。全く、本当に見るだけがいいですね。ツイッターにはまるのは嫌です。でね、広報、マジでただの広報だけで YouTube のリンクとかポンポンって貼ってたら、普通にフォロワーがいないから意味ないですよ、みたいな感じで、増やさない、どうやって増やすのって言ったら、いっぱいツイートしなきゃいけないんですよって。もう矛盾にしてますね、もう。やりたいことが。というわけで、エンディングでございます。まあ、ちょっとね、まあ、消しもしてた人を晒し上げるのは、ちょっとあれでしたけども、まあ、ちょっと驚いたことだったんで、ちょっと取り上げさせていただきました。すいません。まあ、これに関してはまあ、ね、この人以外も言ってたから、どういう、考えなんですかっていうのはないだろうけど、普通に、だから体重は視力よりどうでもいいという結論でございます。私は。すいません、自分の意見なんか言って、本当に申し訳ない。こんな聞かれてもないのに言われてしまって、言ってしまって。本当に申し訳ない。もう、すいません。卒検やります。黙って、人と関わらず。一人で黙々と水取ってきます。すいません。こんな、まあ、自分の意見、ご意見番みたいな、自分の言いたいことをバーって、これまあ、ほとんど誰も見てないけど、全世界というか、ネット社会に出してしまって、本当に申し訳ございませんでした。すいません。卒検してきます。はい。水取ってきます。すいません。ありがとうございました。さっき言った5キロ痩せたでおなじみのバイト先が滝沢ガレソに取り上げられました。すいません。